カメさん、かわいいありがとうございます。クロちゃんさん、かわいいありがとうございます。ウピグさん、ハートありがとうございます。みんななんか結構心配だったりしてると思うので、一旦大丈夫ですという私は今のところね。ってことで、ゆうつのバラさん、バラ10本ありがとうございます。え、曇ってんね。いやー、ほんと心配ですよね。ヤシタンさん、かわいいありがとうございます。いや、心配ですけど、本当にこればっかりは、いう感じだし、まあちょっと本当に、不安なんですけど、そう、今日の夜はでも分かんない、配信できるか分からないんですけど、という感じです。皆さんもちょっと気をつけて、私たちもちょっと本当に気をつけますので、はい。クロちゃんさん、ハートありがとうございます。ねえ、心配だよね。出前館しか、出前館皆さん使っていただいて、結構大事。朝が熊本のライブ配信見てて、あ、本当にどうでした？熊本のライブの配信ね、見てくれた人いるかな。クロちゃんさん、結婚してありがとうございます。こんにちは。ナッパ配置ナップかっこよかったです、本当に。嬉しい。今日から、あ、今日から解禁か、9日、そうだそうだね、見てください、ぜひ。シンさん、ハートありがとうございます。メロンのセンター嬉しいよね。メロンジュースで、そう、初めてやらせていただいて、そう、嬉しかった。めっちゃいっぱい映ってた。やった、やった。伏線のシーンは目だそうだ、伏線貼っといてたんだ。そういえば、ゆうじさん、ハートありがとうございます。バ
帰っててくね。頑張って、気をつけて。熊本で見てる配信を見てる、ありがとう、ありがとうございます。ビワプさん、ハートの HP ありがとうございます。ピナットのポーズ検証しなきゃそうだ、そういえばそうだ、忘れてた。ピナも完全に忘れてるやつですね。完璧忘れてるやつです。生で熊本見たかったなね。でも本当楽しかったんですよ私は。そうだからまたねイベントとかねできたらいいなって、出させていただけるよう頑張ります。熊本ぜひぜひ配信で、あもう予約あれかな、実は最初で見てたよってもしかしたら見たかもしれない。え絶対見てる、買えないんだよね。そう購入締め切られちゃってるんですけど、購入してくれた方見てくださいみんなの笑顔が素敵でした。アイドルってすごいな、楽しかったからね本当に。皆さんもなんか本当にねすごいファンの方々がいっぱいいて、そうペンライト持ったりうちわ持ってくれて、もうそうすごい嬉しかったんです。ゆうじさんハートありがとうございます。繰り返し見る、見てください。あいちーちゃんやっほーやっほー、したかったねえ。そうだよね、みんなよく我慢したって感じですよね。あいつ秘密基地は改装中、そうですね改装したいんだよ。そうだからそう一旦ちょっと、はい、改装したい気はしてる。東京リベンジャーの映画見てきます。東リベ最高、しっかり書いてたよ。うまかっちゃん、おうまかっちゃん、おお久しぶりに食べた、美味しいよね。私も1年ぐらい食べてないかもいけないことがあります。今日もメガネめっちゃ可愛い、え本当かよ、本当なのかよ。どんな感じに返すんですか。なんかでも価格じゃない、画角とかも変えたいんだけど、なんか可愛いつけたり、画角ちょっと考え中なのよね。そうなんです、ののかちゃん可愛かったです。めっちゃ可愛かった、アニメもそうだ、見て、見てない映画見てないけど原作はね読んでたんだよね。おすすめ、関東はあんま売ってない、あ売ってないっけ、福岡ほど売ってないか。治安のいいとこ、いや治安いいですよ福岡治安いいと思います、
あ、今日しいたけ占いじゃん。15分経ったら見よう。関東ドンキ売ってる。あー、ドンキ売ってるんじゃないかな。そう、ドンキとかなら売ってるんじゃない、まこちゃんねえ。月曜日です、今日月曜日です。毎週月曜日が更新ですね。こんにちは。フライング我慢したよ。いや、それはもう我慢してくださいよ。我慢してくださいよ。月曜日なんです、みんなお仕事、なんかその祝日らしいんですけど、祝日感なくて私的に。そう、でも仕事の方もいるしね。休日何？振り替え休日の分かんない。ひろのさんハッピーバースデーだ。ハッピーバースデー。そうです、しいたけさん中心回ってます。元気です。曜日感覚がずれたりしないの？曜日感覚ずれる、めちゃめちゃずれて。そう、ファンの方に、ファンの方に教えられる、教えてもらうこともあるんですけど、配信中に「え、今日何曜日？」ってなるね。もうちょっと晴れて、あ、そう、晴れてる、晴れてるっていうか、台風もう過ぎた？過ぎ去った？かな。雨は今降ってないです。でも天気、夜は雨降るかもなんですけど。台風は福岡、九州の方はちょっと過ぎたかな。うん、そうなんですよ、台風はねもう過ぎたんですけど、今週天気が本当に悪いんですよね。台風過ぎてセミうるさい。あ、セミな、あ、セミの鳴き声聞こえない。風に飛ばされちゃったかな。風に飛ばされちゃったのかな。本当にセミの鳴き声がしないです。いや、風は強いのかな。まだ洗車ファイト。晴れて、うん、晴れてるんだけど、今週天気予報見たらやばいです、雨ばっかりで。なんでだろう、なんか気圧的に。あ、775です、ありがとうございます。775、
ありがとうございます。775、あと2日や。777、777になっちゃう。やばい。ラッキーセブン。777日になったら、まあ、の日はみんななんか、なんか当たるじゃない。なんか当たりそうだよね。宝くじ買ってください、みんな。足りそうだよ。仕事が何かしら当たる。チーズハンバーグ作りながら見てるよ。いいね。みんな、なんか当たると思うよ。なんかしら当たると思うよ。こんにちは。しいたけ占いみーちゃお。え、ああ9から15だよね。9から15なので、どうだかな今週は。今週なんと分析、今からおやつ、あ、そう、食べてください。わーお、わーお。今週はですね、儀式的習慣の茶色が出ています。今週はやっと、とまたかみたいな、そういう繰り返しの最中にいます。だって気持ちを保つのはなかなか難しいと思うのですが、後でアドバイスもお伝えするのでやってみてください。それでこれまで何回かお伝えしてきているのですが、水瓶座の人ってかなり不思議と、親と呼ばれる人たちと縁が強くあったでしょ。水瓶座が常に持っているのが恩返しの気持ちなのです。だから時間的精神的に長らく世話になった人に対してすごく弱くなってしまうかな。もちろん恩返しの気持ちは良いことでもあるのですが、2021年の水瓶座は親とか上の世代が望む形の幸せ感って多分もう違う。今年も含めてこういう時代にの流れになっているわけだし、私自身が理想とする大人の道を作っていっても良いのかもしれないと、どこかで不思議と踏ん切りがついてきているところがあります。ということですね。なるほど。今週どう乗り切る。水瓶座の人ってどこか
あ、ちょっと黙読。水瓶座の人ってどこか自分が生きている時間の中でここに責任者がいないのならば、私が責任者になっていこうという気持ちを持っています。だって自分が姉とか兄とか見守る人になって、自分が好きな人たちや自分が好きな文化を育てていこうとする気持ちがあるのです。私姉なんですよ。合ってる。今のあなたがやっていることって、今はまだ無力の方が大きく感じられるかもしれないけど、ちゃんと実を結んでいくし、ちゃんとその行動を誇りに思える日が来ます。だって今が一番きつく感じられる人も多いのと思うのですが、もうちゃんとピークは過ぎています。だからちゃんと寄り道もして、でもやるときは真剣にやって、今日もやってやったぜこんにゃろうと言ってくださいね。あなたは素敵だから大丈夫だって。カラーは茶色とエメラルド。おお、いい組み合わせ。使わない言葉なのよ、いつもしいたけさんが言うのはさ。独特なんですよ、しいたけ先生は。ちょっと言葉のチョイスがね、面白い。こんな感じですかね。でも当ててきてるね。当ててきてますね。使っていきます。やるかな。アジに言ってほしいのかな。言ってほしいのかな。言ってほしいセリフを書いてるのかな。そういうことか。リクエストされてるね。こんにちは。緑とエメラルド。いいな。なんか可愛い組み合わせだね。みんな。ちょっと水瓶座の方申し訳ないね。ちょっとこれもうほんと指針なんですよ、いつも。椎茸さんからの指針で申し訳ない。先週は特にでしたけど、ちょっとね、先週のでも確信してるんですね。気をつけてください。あんまり信じない方がいい。だから水瓶座のあなたは、これはちょっと私指針の占いなんです。勝手に指針だと思い込んでますけど。こんにちは、こんにちは、こんにちは。20分ぐらいまでやります。20分くらいになったら配信一旦終わって、夜はどうだかな。アジ専門、専門じゃない、専用。いやー、ちょっと申し訳ないね。私もね、みんな
みんながみんなにね当てはまるような感じで、ね、いいんですけど、その方がいいと思うけど、なんかすごいピンポイントで言ってくるんでちょっと困っちゃいますよね。当てに来ない日はないね。オリンピックもねもう終わっちゃいましたし、なんかね、なんかもう本当に終わっちゃったんだ。パラリンピック、そうですね、パラリンピックとかはあると思うけど、もう本当に終わっちゃったのかっていう、なんか始まった時ももう始まってんのっていう感じだったんですけど、もう終わったのかっていうね感じで、寂しい気分。そうね、寂しいね。もう終わっちゃったのかって感じです、ね、24時間テレビは誰が走るんだかまだ決まってないのかな。今日は見ました。もう見ちゃいました。妖怪大戦争、あ、今日の、あ、今日の1時55、あれもう終わっちゃった。妖怪大戦争っていう映画、あの寺田心くん出るじゃないですか。気になってるね。あの公演の、劇場公演のなんか MC で、なんか私寺田心くんが好きだったんですよみたいな話をした時があって、あのそう、だから本当に私が中学生ぐらいの時にですね、寺田心くんにハマった時があって、一時期もう一生ね、もう心くんの可愛い動画集みたいな、可愛い動画集みたいなのを調べて、もうすごいハマっちゃって見ちゃってたんですよ。そうそうそう、私が中学生ぐらいの時かな。で今はもうちょっと大人になられていまして、もうすごいね、あの成長がすごいなと思うんですけど、公演の時 MC で言ったんですけど、気まずい空気になっちゃいましたね多分気まずい空気になっていたと思う、多分。そう、本当に本当にガチ恋みたいな感じで、心君が好きだったんですよみたいな、トーンを間違えちゃって、その話す時のトーンをねちょっとミスって、なんかガチ感があるトーンで喋っちゃってたので、なんかちょっとすごい気まずい空気になっちゃいましたね、多分。わかんない、私気まずい感じはなかったけど、あ、本当？なんか、あ、ちょっとトーンミスったなって思って、そう、そうなんですよ。
まあでもちょっと一時期ハマってた時期があって、そうでもなんか演技とかは上手いし、ちょっとね面白そうですね、妖怪大戦争。じゃあ一旦ね、そろそろ配信を終わりますかね。ちょっと夜もできたら、できるかちょっとまだわかんないんですけど、はい、ひとまずねちょっとみんな心配をおかけしてしまってると思うんですけれども、まあ何かあったら公式とかがね、あ公式の情報を見てください。はい、公式を頼りにというか、はい、よろしくお願いいたします。ランキングは13位、34CB さん、12位井上芳弘さん、11位ユイッツさん、10位タークンさん、9位ノッツさん、8位スミスさん、7位タカポヨ、6位キドッチさん、5位ユウツナバラさん、4位ナオさん、3位ウォッカさん、2位ホグピグさん、1位クロちゃんさんです。ありがとうございます。はい、私も気をつけて、はい、引き続き体調に気をつけて、皆さんも気をつけてください。はい、じゃあミューテンさん、シベチャリさん、ファイトありがとうございます。ではでは、またね、ありがとうございます。バイバーイ。